はい、速稼塾の久保です。ポイント活動ポイ活やってますか？今回私が紹介したポイ活は10万円借りると2万7000もらえるっていう案件だったんですよ。それは何かというとローンカードですね。ニュースタンダードカードっていうね、こういう類のカードがあるんですけども、これをまず受け取る、つまり申し込まないといけないんですけども、各種の審査があって、まあ、カードを受け取ります。これは非常に簡単です。で、その後でカードをもとに、まあ、ジャックスのね、サイトにログインして、そこで、引き落とし口座と紐付ける作業っていうのがちょっとあるんですけども、これもまあ、そんなに難しくありません。その後で、10万円借りると2万7000円もらえるんで、すぐにね、10万円借りようかなと思ったら、借りれなかったんですよ。で、今、電話で問い合わせたら、今紐付けたばっかりなんで、お金が借りれるまでちょっとタイムラグがあるんですってことでした。ですんで、ちょっと1日2日ね、待たないといけないってところがあるんですけども、まあ、改めてやってみますね。だから、やっぱり最短でポイントをもらいたいじゃないですか。まあでも、それが最短って言ってもね、カードが届いてすぐのキャッシングはできないみたいなんで、まあ1日2日、まあ3日4日空けてですね、で、実際に10万円をね、指定口座に振り込んでもらう、紐付け口座に振り込んでもらうって作業をしてみようかと思います。これによって2万7000もらえますんで、仮にですね、10万円に対しての、まあ、金利などが最大で 15% ついたとしても、バックが11万5千円でしょ。2万7千円差し引いても1万2千円手残りなわけですよ。いいでしょ。で、しかも、これ2万7千ポイントが確定したら、すぐにね、早期返済してしまって、金利も払わないみたいなね、そんなこともできると思いますんで、まあ、ちょっとやってみようかなと思います。はい、それではね、これによってまた、ゲットできたかなというところでございます。まあ、何らかのね、ミスで2万7000もらえなかったら、単なるね、お金を借りて、借りなくてもいいお金借りて、で、返済して、金利の分だけ損国みたいな話はありますけども、その辺もね、次の動画などで、実際どうだったのかっていうことをね、お知らせしようと思いますので、楽しみに待っておいてください。それでは今回は以上です。ニュースタンダードカードのお知らせでした。10万円借りて2万7000もらえるかな？もらえるはずです。それじゃあ。